おはようございます。冬のですね、ちょっと寒い午前中なんですけれども、近所の山にですね、ハイキングに行ってまいりました。平日ということもありまして、あまり人はいませんでしたね。非常に歩きやすくてですね、気持ちのいいハイキングになったと思います。それではご覧ください。のどかです。さあ、私は一体どこに来たのでしょうか。ですね、今日は高尾山というところにやってまいりました。真冬なのにね、もうね、東京都なんですね。東京都からだいたい電車で40分ぐらい、50分ぐらいかな。これからこれに乗ってですね、山頂の展望台の方に行ってみたいと思います。ケーブルカーに乗りますね。もうね、すでに息がハーハーです。はい、こちらのケーブルカーは、日本で最大斜度を誇る登山ケーブルです。最大斜度31度というのがですね、最後の方に出てくるんですけれどもね、私この動画撮影している時にケーブルカーの一番前に陣取りましてですね、鷹をくくって撮影しておりましたら、とんでもない、後ろに反り返って腰が痛いの痛くないの、大変な撮影となりました。ちょっとですね、周りの方もいたんで無言の撮影となりましたけれども、しばしお楽しみください。綺麗で、日本最大の斜度を誇る登山を行います。いやー、もう本当にね、腰が痛い痛い、だいぶ角度がねついてきたんでね、大変な撮影でした。痛い痛い。急になります。
高尾山脚本は今から、はい、というわけでですね、まだね紅葉が残っていた高尾山なんですけれども、山頂登山をしてまいりました。非常に景色良かったんですけれども、なんだかね、山頂動画を撮るのをうっかり忘れてしまいました。まあ、非常にね近い場所なんで、また今度行ったらねじっくりとその動画の模様も撮りたいと思いますんで、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。